次週のファッション通信はモードシーン最前線の話題をお届けする2015秋冬パリコレクションレポート。全世界が注目したデザイナー交代劇、その成果はいかに。さらにグランパリに巨大なブラスリーを出現させたシャネルのスペクタクルなショーをはじめ、ブランド設立125周年を迎えたランバンは最新作から史上初の回顧展まで現地徹底取材。モードの明日がパリにある。